ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、はい、早速 DNA が本格調査に乗り出したと、また記事が出ました。うん、ずっと同じ服だ。あれ何、私はもうあの、まあ、日々新たな私も一回一回あの家に帰って一応着替えて洗ってきてる、ね、洗ってきてるので、はいはい、毎回毎回あの同じ服ですけど、はい、あの洗濯はしてます。あ、違うの、はいはい、DNA です、はい、で DNA が、はい、確か以前の動画で、はい、森唯斗投手、ソフトバンクの、はい、本格調査してるっていう記事を上げたと思うんですけれども、はいはい、その森唯斗選手プラスオリックスの戦力外となった中川颯投手獲得に向けて、こちらも DNA 本格調査と、はい、まあ、アンダースローな。そうです、はい、ウワン森も取るとしたら先発じゃなくて中継ぎだと思うんだよね、うん、で中川も多分そうだと思うんだよ。お、中継ぎで行くと、うんうん、やっぱりね、中継ぎって目先を本当にポーンと変える意味では、はい、変則を持ってるチームはいいよね。あ、そうですよね。だ、同じようなタイプがこう投げてくると、はい、やっぱそんなに変わらないんだよ、打者の意識って、うん、でも完全に変わっちゃうとさ、はい、まあ、特にいい例が、うん、やっぱ左のサイドを持ってこられると、うん、あ、嫌だなっていうような感じがするじゃない、うん、でも右でもそういう人たちを持ってるとすごく重宝するよ。そういうことなんですね、うん、でピッチャーって何人かいたっていいわけだし、はい、だからすごくいいと思うよね、うん、もうすでに DeNA ファンは歓迎ムードでして、いや、もう高校園みたいな感じだよ。DeNA にそういうアンダースロー右でっていうタイプの選手が、投手があまりいないので、うん、もう DeNA ファンは来てほしいと。まあ2位でいいの取ってるんだよ、はい、うんうん、まあ、アンダースローじゃない、サイドなんだけど、サイド、はい、だからこれも少し変則気味で力のあるピッチャーを取ってるから、うん、まあ、どうなのかなとは思うけども、はい、中川もいたらいたらいい。そうですね。で、中川投手は今シーズンウェスタンリーグで21試合に登板して、はい、まあ、0勝1敗防御率 1.38 というところで、はい、オリックスの投手層がまあ厚いので支配下登録にはならなかった。まあそうだね、はい、まあ、でも面白いと思うよ。そうですよね。今ね、アンダースローっていうのはね、はい、非常に活躍してるよね、うんうん、どこも、はい、で長く、まあ、投げると、はい、慣れてきちゃうんだけども、変則でポンポンとこう単発に使うと、うん、結果出ると思う。あ、じゃあもう本当に中継ぎで、うん、っていうところですよね、うん、で184センチ、まあ、身長も高いですし、はい、その身体を生かしたダイナミックなアンダースローで浮き上がる直球、うん、からスライダー、チェンジアップ、ツーシームなど多彩な変化球を投げ込むというところで、はいはい、まあ、DeNA も貴重な下手投げの投手の補強に向け調査を現在本格化しています。そうですね、ヤクルトの小沢、あ、はい、活躍するでしょ、はい、で DeNA だけど、まあ、ちょっとサイドだけど平、うん、まあ、こういうの活躍するでしょ、うん、で春先やったら日本ハム の, あの鈴木健也、はい、これも活躍したでしょ、はい、だからね、結構アンダースローって貴重価値が高いの、うん、そうですね、うん、だから面白いと思う。取りなさいよ取りなさいよ。 いいですよね。いや本当に、まあ、今永投手、バウアー投手が抜けてしまうピッチャー陣のところを、いや、ちょっと可能性があるからね、はい、まだ、ね、あ、まだ、まだ完全に抜けてないから、ね、お前失礼なこと言うなよお前。確かに、まだもう横浜ファンガクってきちゃうよ。そうですよね、まだ可能性は残る可能性十分あるところですけれども、万が一この2投手が抜けた場合、両投手とも先発ではないですけれども、中継ぎとして取って、どっか中継ぎをその先発に持ってくる。いやでもね、この森中川っていうのは他の球団も俺調査してると思うよ。言わないだけで、まだ出てないだけで、出てないだけでこれ競争になると思うよ。早いもの勝ちじゃないかなっていうような気もするんだよね。早く交渉したもの勝ち。これからそう交渉はまだできないんですか、戦力外になった方とは。いや、できるんじゃない、できますか。 FA はね、できないですけど、そうそうそう、あ、じゃあもう早いもの勝ちでどんどん。まあでもあんまり失礼なことはできないよね、日本シリーズ中に。そうですね。だからまあこの動画を撮ってる時はまだ日本シリーズの真っ只中だから、うん、そうなんですよ、うん、だから、まあ、あんまり失礼な動きはできないけども、うん、水面下では動いてる可能性があるし、十分ある。まあ、あとはね、もうこの2人もそうなんだけど、ソフトバンクで増田っていうね、はい、選手がクビになったんだよ、横浜高校出身、うん、これも取りなさい。これも取りなさい。どんなタイプの。いや、パンチ力もあるし、はい、俺、増田が出てきた時におそらくね、ZOZO マリンじゃなかったかと思うんだけど、はい、右方向にホームラン打ったんだよ。はい、これを見たときに、あ、この選手は良くなるだろうなと思った印象があって、うん、なんでクビになるか全くわからない。多分選手層が厚いかなんかですよね、うん、可能性もあるし、うん、やっぱ選手は枠を開けなきゃいけないから、はい、新しい選手を取るためにはね、はい、それで弾かれたのかわからないけど、横浜高校だし、あ、地元だし、そう、いやいや、取った方がいいと思う。
その場合もし取るとなるとポジション的にはどの選手と競争になるんですか。まあ、いろんな選手と競争になる。いやいや本当そうだよ。だけど俺も使えると思う。あとね佐藤、はい、これはねドラフト1位なんだよ。ソフトバンクドラフト1位ね、めちゃくちゃ走りがいいんだ。盗塁の技術も長けてるんだ、はい、これは横浜取った方がいい。あ、ここもね、足を、まあ、やっぱりね、1点取る時の足って考えたら、はい、佐藤は使えると思うよ。足に故障があって、首になってるんだったら、うん、ちょっと話は別だけど、はい、いや、足はピンピンしてますねみたいな、うん、そんな感じだと、俺は取る価値はあると。あ、じゃあもう急いで行った方がいいですね。だってなかなか教えられないんだもん、盗塁って。あ、そんなにいい足を持ってるんですね。でね、船越っていうのも足が速いんだよ。ソフトバンクですか。2人取れんの。え、3人になる。いやいや本当にね、うん、課題だから DeNA の足、ここ1点取る時の足っていうのが、うんうん、この2人の足は使えると思う。おえ、 DeNA って足の速い選手っていうのは下にはクビになっちゃったんだよ。1人だけで、あとはいやだけどそのね、今年も盗塁を4回ぐらい取った西武巨人で活躍した片岡が来て、はい、教えたんだけどダメで、はい、で石井拓郎も盗塁王とか取ってて、うん、教えてもなかなか盗塁数って増えないだろ。で大事なところではやっぱ走れる選手、うん、まあ、例えば島田とか上田とか熊谷とか、うん、はいはい、まあ、阪神にはいるよね、うん、そういった選手たちになるから。おお、じゃあそれはもう匹敵するから、はい、取ってた方がいいですよね。いや俺は取ってた方がいいと思うよ、うん、でね DeNA って意外とレギュラーが固定されてるんだよね、はい、まあ言えばキャッチャー山本とか、うん、伊藤がいるよね、はい、キャッチャーでファースト、まあ、外がいたけどここを誰が埋めるか、はい、で宮崎がいて牧がいて、はい、まあ、ショート林っていうのを使えそうだよね、うん、来年から、はい、でまあ、センターは関根と桑原みたいな、はい、まあ、佐野がいて、で佐野いますね、はい、で大体レギュラー決まってるんだよ、はい、そしたらやっぱ後半に1点取る時の足っていうのは、うん、まあ、ダイソー出したい人間ってたくさんいるわけよ、うん、そうなった時の足で使えるから取りなさい、もう取りなさい、取りなさい取った方が俺はいいと思う。取って損する選手たちじゃない、うんうん、もうダメだったらもうしょうがないけど、まあ、1年でっていう、だけど彼らの足っていうのは本物だから、うん、わあ、そうなんだ、だと俺は思ってる。はい、ソフトバンクの佐藤選手と船越選手ですね、うん、はい、あと増田選手、それはバッターですね。増田、増田、はい、増田もいいぞお前、この3名ですね勢いあるしな、勢いあるし、うん、それとやっぱソフトバンクの雰囲気、はい、やっぱね負けることの怖さ、うん、知ってるチームなんだよね、はい、それとやっぱ勝つためにはやらなきゃいけないっていう、うん、そういう雰囲気の中で野球をやってた選手たちっていうのはやっぱね勝つために貪欲になるよ、うん、でやっぱ競争してきて、まあ、会えなく負けてクビにはなったけども、はい、だけどその競争心っていうのは衰えてなかったらやっぱ取るべきだよ、うん、これはやっぱ監督としていてくれたら、はい、大輔なんかこうパーンと切って、うん、よしグリーンライトって走れみたいな、うん、走ってくれるから大きい戦力になりますね。いや大きな戦力になるよ。そうですよね、うん、DeNA、まあ、現在ね森唯人選手と中川勇太投手の調査に入った本格的にって出てますけれども、それ以外でもやっぱり足の使える選手だったりまだまだいい選手 DeNA は獲得した方がいいですね。そのぐらい素質豊かないい、うん、まだまだ使える選手がいる、うん、いるんです。いるいや、DeNA はここで大型補強を、ね、今シーズンオフにして来シーズンやっぱり優勝っていうところにより近づかないと、まあ、そうだね、うん、だからその大きな補強っていうのはドラフトでね、はい、次のレギュラー候補だとか、うん、エース候補を取ってるわけだけども、はい、やっぱねチームっていうのはパーツも必要だから、うん、だからその言い方失礼だけども、はい、良ければレギュラーとしても使えるしね、はい、そうなってくると足っていうのが課題だから、うん、その足っていうのを取ってよ取ってよ。DeNA のね、なんかスカウトの方が見てたら、球団関係者の方が。いや、まあもう、そこら辺は調査してるとは思うけどね、思うけど、やっぱそれだけ足っていうのは、DeNA の課題だし、はい、今日森と投手と中川投手の話が、いや、この2人は、いや、この2人はやっぱ必要だよ。もうバーバー、もうパーツとしては本当そうですよね。バー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 じゃないよ。即戦力という意味でも。いやいや、まあまあ、そうそうそう。だからその、うん、抑えがね、不安定な状態の時に、はい、森だってもう一度任せたらやってくれる可能性もあるしね。はい、可能性は残されてるし、うん、中川っていうのは変則でね、はい、面白いしさ、うん。だから、取りたい選手っていうのは、もうあのトライアウトを受ける前に、うん、もう取っちゃう。あ、そうですね、うん、その前にそう、うん、で来季の構想にもうどんどん向けて走っていくっていう方がいいですね。いや絶対いいと思う。そうですね、もう早く来いって秋季キャンプ
ちょっともう、もう合流、まあ、無理かな、それはね。どうなんでしょう、うん、まあでもね、今永投手だったりバウアー投手の去就っていうところも気になりつつ新たに入ってくる、まあそうだね、まあ去るものは追わず、はい、ね、来るものは困らずということで、はい、うん、まあ本当に手を差し伸べたら来てくれると思うよ、うん、ね、楽しみにしたいですね、ファンは、はい、はい。